視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週木曜は棚から一つかみこの CD を聴け。パクユーが自分の持っている CD の中から1枚を選んで皆さんにおすすめするという企画です。早速今週のおすすめ CD 紹介したいと思います。今週のおすすめ CD こちらです。じゃん、ブルー中島美嘉。皆さんご存知だと思います。中島美嘉さんのデビューアルバム、2002年に発売されたアルバムです。このアルバムは2000年代のポップシーンを代表する一枚と言っても過言ではないと思います。超名盤だと僕は思ってます。素晴らしい楽曲がたくさん入ってる素晴らしいアルバムだっていうふうにはずっと前から思ってたんですけれども、このコーナーで取り上げるにあたって改めてブックレットの、制作人の名前を注意深く見ていったら、もうそうそうたるメンツが集結してるんですね。デビューシングルのスターズは、作詞が秋元康さん、作曲が川口大輔さんで、編曲が富田圭一さんと。このトリオは Will というシングル曲でも再び顔を合わせておりまして、その他にもですね、3曲目の One Survive では作詞に吉田美奈子さん、5曲目のデスティニーズロータスでは、編曲にテイトーワさんですとか、あ、これ僕今気づいたんですけど、エグザイルのアツシさんが参加してる。あと、ケツメイシの方も参加してると。すごいな。これ今初めて気づきました。6曲目のヘルプレスレインは、作詞が越智雅人さん。まあ、最近は以前よりお名前聞く機会は減ってしまいましたが、2000年代前半にはこの越智雅人さんのお名前、たくさん聞いた記憶があります。8曲目の Tears という曲ではまた秋元康さんが作詞。9曲目の True Eyes という曲では、作詞にスピードのプロデューサーとして、ご存知の方多いと思います。伊地知博正さん。あとは編曲に直角さんですとか、10曲目、クレセントムーンという曲。これ僕このアルバムの中でも特に好きな曲なんですけれども、作詞に松本隆さんを起用していると。まあ、今お名前を挙げた人たちっていうのは、特に知名度が高くて、僕の好きな人たちなんですけれども、他にもたくさんいろんな作品で見るお名前が、載ってます。とにかくそうそうたるメンツ。その中で、中島美嘉さんが数曲作詞で絡んでるっていうのもすごく面白いところだなっていうふうに思います。僕、中島美嘉さんがめちゃめちゃ CD 売ってて、めちゃめちゃテレビに出ててっていう時期、まあ中学生とか高校生ぐらいだったんですけれども、その頃はなんでこの人ちょっと変な歌い方だし、ちょっと変な声なのに、ちょっと持ち上げられすぎじゃないのみたいなことを思ってたんですね。まあ、確かにいい曲だけれども、素晴らしいシンガーだけども、ちょっとチヤホヤしすぎじゃない、チヤホヤされすぎじゃないっていうふうに思ってたんですけど、今この制作人の名前を改めて見てみると、納得と言いますか、とにかく、これソニーから出てるアルバムなんですけれども、ソニーの、力と金をもう集結させてこの人を売るんだと、まあ、中島美嘉というキャラクターを通していい音楽を発信していくんだという、ものすごい熱量を感じます。そりゃもうテレビにもバンバン出しますよっていう感じですね。それに見合う価値のある作品だと思います。僕はこのチャンネルで好きな作詞家さんの名前あげることが多いんですけれども、先ほども、お気に入りの楽曲だというふうに言ったクレセントムーンという曲、これ作詞松本隆さんで、僕松本隆さんの詞すごく好きだったんですけど、今回紹介するにあたって、アルバムのブックレット改めて見直すまで、この曲作詞が松本隆さんだっていうことを知りませんでした。まあ、自分の好きな作詞家の詞をキャッチするアンテナっていうのはかなり研ぎ澄まされてきたんだなと、自分でもびっくりしております。あとは秋元康さん、今は AKB をはじめとした、まあ、アイドルグループの作詞をする人、そういう作品の歌詞で、触れる機会の多い人ですけれども、この2000年代前半って多分ね、秋元康さんちょっと暇だった時期だと思うんですよ。まあ、もちろんね、いろんな仕事やってたと思うんですけれども、まあ、一つの作品にかけられる時間っていうのが今と比べると、かなりたくさんあったんじゃないか、そんな風に僕は思うんですね。そんな中生まれた楽曲、デビュー曲のスターズ、そして、ウィル、この2曲
本当に秋元節炸裂で、本気出したらすごいんだぞ秋元やっし、すげえな秋元やっしっていうのが、存分に感じられる曲になってると思います。いろんなところで耳にする機会はあると思いますが、改めてじっくりと聞いてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。